バンド名はウムサと言います、沖縄の言葉で楽しむということです。今日は明石の方からやってまいりました。イマジンウエストオーシャン、西明石の方からお世話になっています。今日は、なんか恩返しができたのかなと、そんな感じでさせていただきます。本当にね、ロケーションの場所で絶好の場所でやらせてもらっています。私たちやりだした当初は東北復興応援バンドということで、私たち明石の職員だったんですね。東日本大震災の時に復興支援業務で気仙沼の方に行きました。その時に、避難所であったりね、集会場であったり、復興の皆さん方の力づけになったり、またその様子をしっかり、明石の方に持って帰ってみんなに知らせていこうと、そんな活動から、始めました。今日はこんな機会を与えていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大切な大切な満月の夕べ歌わせていただきます。
はい、ありがとうございました。いやささYeah!
より感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる海の声に乗せて、空の声は聞きたくて、風の声に耳澄ませ、海の声は知りたくて、君の声を察してる。
かった小さな命、あなたが歌うわらび並、私の心のアルバム、あなたにつなぐ時は今、ここがあなたの風の部屋、海から届け、島から風、海から届け、地面からの風、海から届け、島から風、海から届け、地面からの風。おじいの形見の三線、床の間で誕生祝いの島酒にもたれて、誇りを指で撫でて、緩んだ人を負けば退屈でたまらなかった、島歌が響いた、鮮やかによみがえる、あなたと過ごした日々は柔らかな愛しさで、この胸を突き破り、咲いたのは三線の花。テレビの斜め向かいのあなたがいた場所に座れば、海の窓から夕月が昇る、家族を眺めながら飲む酒はどんな味、眠りにつく前の歌は誰の歌、喜びも悲しみもいつの日か歌えるなら、この島の土の中、秋に泣き冬に耐え、春に咲く三線の花。この島に暖かな風となり、雨を呼び、咲いたのは三線の花。
ありがとうございました。